紹介するのは4トップハイラインポゼッションシステム。今週話題のこのフォーメーションとポゼッション戦術の組み合わせで縦への展開力があるポゼッションシステム。前作のウィーレアプリで言えばポゼッションロングパス戦術のような、自陣でボールを奪ったら縦に大きくビルドアップしてパスをつないで相手ディフェンスを崩してフィニッシュ、そういう攻撃をイメージしたゲームプランとなっております。今回はこのような点線で各選手のプレースタイルはこんな感じです。4トップはインデジ、リンクフォワード、チャンスメーカー、クロサーとバラエティに富んだ組み合わせでやってみました。ロングカウンター戦術でやってみた時よりクロザーのポジショニングが良かったと思います。ポゼッション戦術はロングカウンターやショートカウンターと比較して縦への推進力が弱い分、スペースを利用しながらプレースタイルに応じたオフザボールの動きが活性化するような気がします。4-2-2-2-2-OMF 相手ならサイドバックからウィングへ、 4-3-3K が相手ならセンターバックを中心としたビルドアップがおすすめです。基本的にはクロサーを置いた右サイドからの攻撃が有効で、ボールを奪ったら素早く縦に運んでパスをつなぐ、ビルドアップでは縦に急いで相手陣地に運んだらポゼッション、裏抜けを狙うカウンターというよりポゼッション戦術により活性化されるクロサーの開く動きやリンクフォワードの落ちてくる動き、インメッシュの中へ入ってくる動きなど、それぞれのプレースタイルらしいオフザボールの動きに合わせた攻撃が魅力です。4トップによる攻撃の重心の高さ、普段より1ステップ2ステップと展開の速いポゼッションサッカーをお楽しみください。気になった方はぜひお試しください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。